どうも皆さん、こんにちは、もくてんです。はい、今回はですね、ババーン！ピクミンポップスのバブルドロップス開けてみたいと思います。わー！はい、こちらはですね、風船を膨らますスクイーズが入ってるサプライズトイみたいなんですよ。ということでね、どんな感じのスクイーズが入っているのか、早速開けてみましょう。じゃじゃーん！ピクミンポップス。もうまずね、パッケージが可愛いよね。ガチャガチャ風。でもね、実はこれ。バーン！絶壁！こっちは平面でした。ポカン！はい、ということでね、早速1個目取っていきましょう。じゃーん！結構ね、重いんだよね。スクイーズなのに結構重いっていう。じゃあ、ここからかな。開けまーす。あらららら。え？ここじゃない。ここだった。何にもないところに点線がある。よいしょ。ピリピリ。うわー、やっぱりそうなるのね。ピリピリピリ。おおお。ピリーン。おー。で、こっから開けまーす。ピリ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 。おお、一発でいけた。すごいぞ。そして、たーん。つるっとした球体が入ってました。じゃあ早速開けていきます。どんな具が入ってるか。せーの。ポーン。おめでたい、すごいおめでたい顔してる。ふわふわした人形みたいな感じの、なにこれ、尻尾が生えてる。猿かな、猿、顔だけの猿かな。でもなんかさ、なんかいっぱいなんか生えてんだけど、なにこれ、なにこれ、なにこれ、じゃあね、多分この子を押すと口から風船ガムが出るって感じだと思うんで、一回押してみます。さあ、大きい風船膨らませてくれよ。お、頑張る、いくぞ。せーの、ポーン。ものすごい勢いで吐いたぞ。ほーお。なんかあんまり風船には見えない。カエルがさ、胃袋吐くみたいな感じ。うーわ、すごい。あ、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗な凹凸。うー、ちょっと体調が悪いぞ。大丈夫大丈夫、吐いていいんだよ、吐いていいんだよ。ポン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 。なんかこんなのが入ってました。スイング、ザ・モンキー。あ、お猿さんだったんだね。チョコチップ、クッキーズ。なんかクッキーって書いてある。クッキーがどうしたのかな。じゃーん、ラインナップはこんな感じです。全部で24種類あるみたいですね。で、レア度がノーマル、レア、ウルトラレア、超スーパーレアみたいのがあって、今回私が出たスイングちゃんはレアでした。レアなんだ。なんかなんとなくノーマルかなと思った、この猿は。はい、ということで1個目はスイングちゃんが出ました。スイン、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 スイン。スイン、スイン。はい、そして次は2つ目。バンババーン、ポン、ピンク。さあ、ピンクの子もね、開けていきましょう。プリ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 。よいしょっと。じゃあ私がね、今回欲しいなって思うのは、このネズミさん。ネズミのゴーダ。ゴーダたけしさんが出たらいいなって感じかな。せーの、ポン。ふわふわ、尻尾もふわふわで、どんな風船を膨らますかというと、せーの、ブー。めっちゃ透明で青のね、キラキラが入ってる。え、めっちゃ綺麗に吐くな。あ、なんかこうペリペリってできる。あ、もしかして中出てくるのかな。うおー、このね、中のスクイーズも取り出せるんだ、ポロンと。お、中にね、まん丸の水系スクイーズみたいのが入ってました。気持ちいい、ポニョポニョ。このね、中身だけ出して入れ替えたりとかもできるんだね。好きな色のゲボ。はい、で、このワンちゃんはブースターっていう子みたいです。あ、ブースターちゃんもレアでした。ブースター、ブースター、ブースター、ブースター。レアのブースターちゃんでした。はい、じゃあ3つ目、ポポーン、ピンク。開けていきます。わわわわわわ。おー。おじゃ、おじゃほい。おー。負けたおじゃ。何が出るかな？せーの、ポーン。おー。おー。なんかすごいシマシマの目がチカチカする。猫かな？耳がね、三角形になってる。尻尾がね、ふわふわ。で、どんな風船を膨らますかというと、せーの、ぷよーん。お、紫のキラキラが入ってる。わ、あ、猫ちゃん。ぷよーん、ぷよーん。まあ、なんか、最初は閲覧注意かなと思ったけど、何回も見てると可愛く見えてきた。で、この子はポンス。ポンスっていう名前の猫ちゃんみたいです。で、ポンスくんは、え？ポンスくんもレアだった。これレアばっかり出てるとさ、あんまりレアな感じがしなくなってきちゃうけど、もうなんかたまに出てほしい。はい、じゃあお次は4つ目。紫坊やポン。ピピピン。わー、
紫も綺麗。さあどんな子入ってるか、せーのポロン。ほほほほなんだこいつ、かわいい。うわー、なんかさ、今までの子たちはさ口がわーってなってるのに、この子だけほーってなってる。ほっ、この子も猫ちゃんっぽい。尻尾がプリンってなってて、目目が三角。さあ猫ちゃんいけ、せーのポン。ピンクのラメが入ってる風船かな。ブーじゃん、この子はポップキャットちゃんみたいです。ポーポープ、ポップダンテさんの猫ちゃんかな。チャンネル登録よろしくよろしくよろしくにゃー。で、ポップキャットちゃん、あーっとここでノーマルが出ました。まあでもね、ポップちゃんめっちゃ可愛いんでよかったんじゃないでしょうか。よし、じゃあ次は5個目、水色。おさあ、そろそろゴーダ来てくれ。せーの、ポン。ほほほほ、なんだこいつ、なんか歯が出てる、歯が出てる。え、みんなこれなんだと思う？モルモットかな。よし、じゃあ風船膨らますぞ。せーの、ブー。何色の風船だ？てか変な顔。紫のラメが入った風船かな。で、この子はプーっていうスカンクの子が出ました。スカンクのぬいぐるみってあんまない気がする。スカンクってデパなのかな。プーくんはノーマルでした。てかプーくん風船ガムにさ、自分のこの毛めっちゃ入っちゃってるよ。ちょっと汚いよ、汚い。ちょっと取らないとさ、食べちゃうよ毛を。よしよし、じゃあね、最後の1個、黄色を取っておきました。ダン、ほい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 。じゃあね、最後の1個、誰が入っているのか。せーの、せーの、ポーン。ポッ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 。なんだ、じゃーん、何かが出ました。え、何だと思う、みんなこれ。で、風船ガム膨らましたいと思います。せーの、ポーン。うわー、銀かな、めっちゃ銀ラメ。え、なんか今までなんかラメの数多くね。さっきのスカンクのプーちゃんにさ、ほら、うぅすげえ、プー。あ、この子は羊のシープちゃんみたいです。あ、ここが多分羊のモコモコの部分かな。ちょっとモコモコっていうかペタンコになってるけど。で、レア度は、レア度は、うわー、ノーマルか。なんか最初にレアが3つ出てさ、その後3回連続ノーマルで終わってくってさ、右肩下がりみたいな、なんかちょっと縁起悪い感じになって。はい、今回はこの6匹が出ました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。最初は結構衝撃映像なんですけど、慣れてくるとね、めっちゃ可愛いんで、気になった方はぜひ海外生動画で見てください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、よろしくお願いします。それでは、じゃあねー。ブン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 。